どうも、キューティクルでかいまたです。おしゃしゃ、ストーみんなの楽園。路地裏だろ、お前は。というわけで、今回、馬沢ビデオ、怖い話シリーズでございます。シスター。というわけで、今回は、湿気で湿ってしまった関明夫先生に来てもらっております。体が濡れて力が出ないよね。アンポッタンか、お前。ガンビサ関、ズボン履いてないことに気づいたか？履けよ、見えてるから、俺には。今回は、その、ある地域に伝わる、悪夜にまつわる怖い話なんだけども、八尺様って知ってる？八尺様っていう身長が8尺あると、まあ、大体 2.4 メートルぐらいある女性の悪霊で、それを見た人は必ず殺されるという言い伝えがある悪霊だと思います。というですね、今回その8尺様について触れていきたいと思います。で、これある息子が体験した話なんだけども、その息子の父親の実家は車で2時間ぐらいかかる田舎にあるんだと。で、そのまあじいちゃんばあちゃんがもちろんいるんだけど、まあじいちゃんよく来てくれたってこう喜んで迎えてくれるらしいんだけど。よく来てくれたな。それおめえの取材相手だろ、いつもの。最後に行ったのがまあ高校3年生の時だなって。まあ今から10年以上前ってことだから、まあ今も結構いい年なんだけども。味噌じじいだね。お前のがじじいだ。で、まあその10年前の話なんだけども、まあ春休みに入ったばっかりの頃ね、バイクで、じいちゃんの家まで行ったと。まあそのバイクで向かってる途中にちょっとこう田んぼの方から変な音が聞こえたみたいな。そしたらあのポポ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 ポでもなんだろうと思ってその前家に着いたんだけども、その家の垣根みたいなところにね、帽子がこうあるのを見つけたんだと。で、まあその生垣に帽子が置いてあったわけじゃないんだと。その帽子がなんとそのまま横に移動してんだって。サイコチネシスとかそういうのエスパータイプの誰かあるとこまで移動すると女性が見えたんだと。で、その帽子をかぶってる女性だと。でかくない？いや、でかいのよ、だから。え？あ、八尺。これが八尺様。つまり八尺あるってことは 2.4 メーターぐらいある。うわぁ、俺6尺。あ、でもお前ちっちゃいだから。あ、ちっちゃいの、待ててる？6尺じじい。で、その女性は白っぽいワンピースを着ていると。で、驚いてるともうすぐパッて消えたんだって。だからその時は、もともとめちゃくちゃ厚底のブーツを履いた女性がでもいたのかなっていうふうに思ったんだって。あ、親戚に。こんなレラティブいたっていうレラティブって言うやつ。まあ、驚いたから、まあ、茶の間にいるじいさんとばあさんにそのことを話したんだと。さっき大きい女の人がいたよと。女装でもしてたんじゃないかな、みたいな感じで言ったら、うん、そしたらそのじいちゃんは、へぇー。それしか言えなかったのって。で、垣根より背が高かったと。で、帽子もかぶっててポポポっていう変な声も発したっていうことも伝えたと。と言った途端、じいちゃんとばあちゃんの2人の動きが止まったんだと。で、そしたらその後、いつ見た、どこで見たっていう風に迫ってきたのと。怒ったような顔で質問攻めしてきたの。いや、圧迫面接や。で、まあそのじいちゃんのすごい気迫に押されながらも答えていくと、急に黙り込んで廊下にある電話まで行って、どっかに電話をかけ出したと。で、もうなんか部屋も閉め切って話したらしくて、で、ばあちゃんはずっと心なしかちょっと震えてるように見えたと。で、その後じいさんはばあさん、あと頼むつってトラックのどっか行っちゃったなと。で、ばあさんに恐る恐る八尺様のことについてちょっと尋ねたんだってね。そしたら八尺様に見入られてしまったようだよ、じいちゃんが何とかしてくれる。だ、ばあちゃんの土地はこのことをまあ知ってるってことだよね。知り合いだったってことだよ。知り合いだったら死んでるだろ。もう八尺ババアだろ、これだとしたら。それからじいちゃんが戻ってくるまでこの八尺様ってことについて教えてくれたと。で、まあ八尺様っていうのは名前の通り八尺あって、ボボボボっていう音を出しながら男のような声で変な笑い方をする。これ笑い方なんだよ、ポポポポって。ポポポポポ。ネズミ先輩じゃないのこれ。違う違う、ネズミ先輩も笑えねえだろ、そんな笑い方で。で、この八尺様に見入られると数日のうちに取り殺されると。で、そんな話をしてるうちにじいちゃんが帰ってきたなんて。でも一人で帰ってこないわけで、なんかある老婆を連れて帰ってきたのと。で、その老婆がえらいことになったの、今はこれを持っていきなさいっていうふうに、まあ、そのお札をくれたんでね。だからこれ本当になんかやばいんじゃないかっていうふうにその時悟ったんだって、息子は。ようやく遅えよ。で、しばらくして、まあ、2階に連れてかれて一室に閉じ込められたんだって。で、その窓ってのがもう全部新聞紙で張り巡らされてて、もう本当になんか外からは見えないようにっていうか隔離されてる感じ。その上にお札が貼ってあって、で、盛り塩も置いてあると。で、もうすぐ日が暮れる、いいか、明日の朝までこっから出てはいかん、お前を呼ぶこともなければお前に話しかけることもない、明日の朝7時まではずっとここにいろって言われたの。一人で閉じ込められたと。まあでもなんかテレビは見てもいいって言われたんだと。で、もうひたすらもう布団にこもって震えていたんだってね、その夜は。で、いつの間にか寝てしまってたと。で、午前1時頃にあの目覚めたんだって。で、嫌な時間に起きたなぁなんて思ってると、窓ガラスがコツコツと高い音が聞こえたと。で、まあテレビの音もでかくして、なんかもう本当に気を紛らわしたんだと。そしたらその時じいちゃんの声が聞こえたと。おーい、大丈夫か、怖けりゃ無理せんでいいぞと。で、思わずドアに近づいたが、じいちゃんの言葉をすぐに思い出した。そうだよね。どうした、こっちに来てもいいぞっていう風に言うんだって。うわ、じいちゃんの声が。普通に話しかけるか何でもいいんだよ。そう。お前を呼ぶこともなければ、お前に話しかけることもない。だから、このじいちゃんの声見てくれ、あれはじいちゃんの声じゃない、そんな気がして、もうそう思ったと瞬間に全身に鳥肌が立ったと。で、ふとそばの森塩を見ると、上の方はなんか黒く色が変わってると。酸化してきてんな。じゃあ科学的でも
ものじゃない。そしたらその時ポポ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 ネズミ先輩が現れた。ネズミ先輩じゃないこれは。でその笑い声聞こえて窓ガラスがトン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 って風にもう音がし始めた。だからもう八尺様がもう下から手を伸ばして扉をトントンで叩いてる様子がもう頭に思い浮かんだ。ミス8フィートだ。8フィートっていうの。あでいつの間にかもう朝になったんだね。その時はもう7時13分だったんだと。大丈夫かなと思ってようやく扉を開けるとばあさんがいたんだとね。ばあちゃんよかったよかったと涙を流してくれたんだって。そしたら下にいると親父も起きてたと。でも庭に出るとまあ、ワンボックスのバンが1台置いてあって何人かの男たちがいたと。で庭にいた男たちも全員乗り込んだと。で大変なことになったなと。気になるかもしんないけどこっからは絶対に下を向いたまま目を閉じてろと言われたの。俺たちには何も見えんがお前には見えてしまうだろうと。これ多分今がどっか移動するんだけどもその移動してる最中に八尺様が出てくるかもしんないってことだよねこれ。でじいちゃんの軽トラがまあ先頭に走ってでその次に自分が乗ってるバン後ろにもう1台乗用車があるんだと。え内閣府とかじゃないよね。いやまだ総理かと思うよね。でかなりゆっくりなスピードで3台でこうわーってこう進んだ田んぼ道かなんかをね、うん、したらポッ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 ってまた聞こえる。もう必死にお札を握りしめて下向いてたんだけどもなぜか薄め分けで外見ちゃったのって。そしたら眼前に広がったのは白い服を着たワンピース。それが車に合わせて移動してたと。で頭はウィンドウの外になって顔は見えなかったんだけども車を覗き込もうとしてるのか顔を下げてくるような仕草を見せてると発射が。そしたらコツコツコツとガラスを叩く音が聞こえたと。そしたら周りに乗ってる人もうまくごまかすように音を立てたらしいんだけどもでは、まあ、なんとかこうツーッと抜けてったらもうその音も消えてって周りに囲んでた人たちもよかったなともう大丈夫だと。まあでもまだ安心できないから札を持ってろって言われてその札を見たらもう札が真っ黒になったの。手汗違う違うなんか出てるだろそれ。でその後はまあ父親と一緒に家に戻ったんだって。その父親も八尺様のことはしてたみたいで子供の頃友達の一人が八尺様に殺されたんだって。でそのバンに乗ってた知らない男たちこれも全てじいちゃんの一族に関係する人たちだったんだって。D の血みたいな感じ。いやその八尺様の被害っていうのは成人前の若い人間が会うことが多いんだって。だから子供とかは極度な不安状態に陥るからそれを狙って八尺様は声をかけると。どうですか関さん。すごいねこれ勝ちないですね。ボー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